アムレクガンジは、ネパール南東部の第2州、旧開発地域では、中部開発区域の旧奈良屋に県ラ郡に位置する、んな区開発委員会。1991年ネパール国勢調査では、人口は6709人、1370世帯が居住していた。このうち男性は3413人、女性は3296人であった。 ネパール南部に広がるインドとも連続した平野部である寺井の北縁で丘陵部に差し掛かるところに位置していることもあり、かつてはインド側のラクソールに至るネパールガバメント鉄道の起点として知られていた。チュリヤマイジーンかつてこの町はラクソールからの鉄道支線が到達していた。1927年に開通したこの路線はネパールで最初の鉄道路線であった。しかし、 現在は正式な公共交通機関はなく、ほとんどの住民は自動車を所有している。アムレクガンジの市街地から南方の郊外に位置するヒンドゥー教のチュリアマイ寺院は、ラナ家の統治時代に建設されたヘトーラとビールガンジを結ぶ道路に接して位置しており、信仰者を事故、衝突、その他の災いから守ると信じられている。内陸国家であるネパールは近代化とともに、 様々なエネルギー資源の供給を隣国インドに頼ってきた。インドに連続する平野部の北園に位置するアムレクガンジはインドで生成された石油類が平野部を横切ってタンクローリーで運ばれて貯蔵されており、潤滑油の生産など関連する工場が立地する場所となった。2015年、ネパールは石油パイプラインの建設に関する覚書をインドと結んだ。 計画によれば、インド側のビハール州モティハリからアムレクガンジまでを、インド国営石油の投資によって建設されるパイプラインで結び、ガソリン、軽油、灯油などを供給することを計画している。2001年、ネパール国内各地に、毒性のある有機塩素や有機水銀を含む使用期限が過ぎた、殺虫剤などの農薬が大量に保管されていることが、 グリーンピースの調査によって明らかにされた。ネパール全国で76トンとされた総量のうち50トン余りはアムレクガンジにあるかつての鉄道会社の施設に貯蔵されていた。その後農薬は密封処理されたが2006年の時点で撤去されないままとなっている。ありがとうございます。